また1週間会えない。そうだね、この土日で春が完全に終わってロックになった。そう、今日はロックブロック初日でした。もういいのかな、曲の話とかしても大丈夫ですか。まだどうしよう、まだ知りたくないよって方がいたらあれなんですけど、もういいかな。夜公演もう2公演終わりだし大丈夫ですかね。今日はそう、春ブロックが昨日終わって、で今日から新しくロックバージョンになったんですけど、楽曲がまず1曲目がマジスカロックンロール、そして2曲目が青臭いロックでした。予想してました？皆さん外れた？もうさ、2曲とも最高だよね。ちょっとマジスカとかさ、もうめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、できていいんですかっていいの、本当に見てたやつ、見てたやつだと思って、本当嬉しかった。いや本当にね、48グループ入ってよかったって本当に思った。マジスカできた時、マジスカ今日できて、まあ今日から始まるんですけど、本当に嬉しかったよ。見てた時のやつ、ね、いや青臭いロックは私リカさんの卒コンぶりだったんですけど、そう、青臭いロックもできて、またできてよかったです。実はもう一回やったことあって、青臭いロック実はね、そうだからね、リハの時もね、めっちゃ覚えてて、そうそう覚えてました。何曲ともめっちゃ汗かく、いつも以上にすっごい汗かいた。はあはあ言って、楽しかったな。ギフトありがとう。あと衣装ね、そう、あの衣装はずっと着てなかったので、青いやつ嬉しかったな、また着れて。そう、私はあれね、なんかスカートとかパンツとか種類いろいろあって、私はスカートだったんですけど、衣装を変わるのもいいよね。そうなんですよ、ぜひ早く見てほしいな、実際に。ロックの曲も、そう、あの衣装結構ピタッとしててさ、なんだろう、いい感じでもピタッとしてるのにすごい踊りやすくて、そうそう、ブーツもめっちゃ可愛いんだよね、ぜひ見てほしいな。楽しかった、昨日もね、今日もですけど、MC も面白かったし、今日は髪の毛、髪型ストレートデーでした。なんか実際マジスカ学園
の映像もちょっと見たりして、あと MV のミュージックビデオとか見て、音楽番組の映像とか見て、何しようかなってなった時に、誰を真似したとかじゃないんだけど、ストレートいいなと思って、最近やってないし、今日はストレートおろしにして、お昼は、夜はなんかハーフアップでお団子してみたいな感じ。よかったですか？うん、てか昨日のさ、昨日の MC もめっちゃ面白かったよね。いや、なんかリリカがそのメンバーにキャッチコピーつけるみたいなやつ、そう、あれ前からずっとやりたいって話してて、楽屋で。そう、リリカが一回ね、ヒノにその歌う辞書っていうキャッチコピーをつけた時にめっちゃ面白いなと思って、で私も保湿の教養ってつけてもらったんですけど、をね、いつもやらせるからみんなにそれで、それを聞いた時に、わ、これは天才だって思って、これ絶対 MC でやろうって私が言って、で昨日叶ったんです。うん、ね、的確だったね。似てる似てる詐欺めっちゃ面白かった、はるかにそう、もうなんかああいうさ、本当に普通じゃなんか考える思いつかないようなワードとか、キャッチコピーが出てくるの本当にすごいと思う。だから才能だよね。私はそういうのできないからさ、本当になんか羨ましいって思っちゃったな。うん、しかも滑らないじゃん、滑り知らずじゃん。なんかすごいね、羨ましいよ。うん、そうそう、あの滝沢カレンさんみたいだなって思って、滝沢カレンさんがその 4文字で何、なんか四字熟語みたいにして、その人のイメージに合ったなんかワードを言うっていうやつ、めっちゃ有名じゃないですかそういうのがあるんですけど、なんかそれみたいだなって思って、面白いと。から全員分聞いてみたいよね。そう、3期生のとか同期に、うん、どういうキャッチコピーつけるのかとかもめっちゃ気になるから、みんなの分言ってほしい。そう、でもリリカあの MC する前さ、すごい不安そうにしてて、大丈夫かなって、面白くないですよみたいなって言ってたんだけど、でも全然自信持ってほしい。うん、本当にみんな面白いから。って思ってさ、うん、MC も良かったです。でも昨日と今日さ、なんかわりかし MC ちょっとあのみんなに笑ってもらえてて、なんか嬉しかったな。多分みんなが優しいんだと思う。あ、そう。あと日向祭りもね。うん、すごいあのよかった、みんなに笑ってもらえて、うん、そうそう、なんかね、私も、うん、面白いこと言いたいバーって受けるような、うん、そう。でもね、最近ね、あのこれは本当にド M とかじゃないんだけど、最近メンバーにいじってもらえてめっちゃ嬉しい。いや、なんかこれ前も話したかもしれないんですけど、何かこういじってもらえることがある、メンバーにね、こういじってもらえるネタがあるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思ってて、だから最近なんかいじってもらえることが増えてすごいね、嬉しいです。うん、だ後輩がやっぱ
めっちゃいじってくれるから、そう、それは嬉しいですね。嬉しいって言ったらちょっとなんかまたちょっとおかしいんだけど、そうでもさ、そう、いいことですよねって思います私は、うん、なんて言えばいいの、助けて、うん、嬉しいんじゃなくて嬉しいんだけど、うん、そう、でもいじってもらえることって、あ、そうそう、美味しいし、うん、いいじゃん、嬉しい、いいことだよね。なんか嬉しいです、いじられるの、いじってもらえるの、同期にもだし、まあ、先輩にも後輩にも、だからこれからもぜひ、うん、いじっていただきたい、うん、幸せそうそうですよ、ね、いじってください、全然。まあ、でもさ、なんか私がそうなんだけどさ、こうメンバーのこと MC でいじったりするじゃん。そうするとさ、なんかその時は大してなんだけど、後からすごい気にしちゃって、あの時ああ言ったけど大丈夫だったかなって気にしちゃって、そう後で確認しちゃう、絶対メンバーに、あの時の MC のあれ大丈夫だったってごめんみたいな、そう、自分の中でさ、すっごい申し訳なかったなってもやもやしちゃうからさなるんだよね、うん、まあでも大抵そういう時に嫌だったとか言われることないからさ、うん、優しいんだけどね、みんなが。私らしいでもさ、気にすることない？ないか。なんかさ、多分みんなもその気にしちゃうことあると思うんだけど、でも実際さ、その気にされ、なんていうの、相手側って大してそんなに、てか全然気にしてないじゃん。そう、私もメンバーに MC で、あの時相手大丈夫だったとか、後輩が謝ってくれたりさ、そうするんだけど、なんかそれで あの時のあれね、ちょっと気にしてたなんて思ったこと一回もないしそう、なんかむしろ全然嬉しい、本当に、うん、そうそう、そうなんだよね、うん、なんか全然ね、相手はあんまりそんな気にしてないんだなって思ってるけど、気にしちゃうよね私の性格上、そう、でもね、いつも楽しいですよ MC は。なんかやっぱりさ、どんどんこう MC ってメンバー絡めた方が面白いじゃん、いじったりとか。そうそう、なんかそのメンバーもこう話に入れるし、そうそう、だから特に後輩が先輩をいじるとか、私はめっちゃそういうの好きでめっちゃ面白いじゃん、そう、うん、面白いね。なんか先輩が後輩をこうなんか言うのはまあいいけど、私は後輩から先輩へこうなんかいじったりするのがめっちゃ面白いって思うんですよ、いつも。そう、
んかそれが今の NGT のこうメンバーあのみんなできるのがすごいいいなって思って、うん、の雰囲気そうめっちゃ良くないですか。そうだからすごい MC めっちゃ楽しいよねいつも、うん、そうそう、MC は毎回笑いが生まれて嬉しいです。だから昨日のリリカのキャッチコピーも面白かったし、今日のさ何やったっけ、うん、今日のなんかロックな感じも面白かったし、いいですよね。うんうん、良きです。楽しかった。今日めちゃくちゃお腹空いててさ、ご飯あんまり食べてなくて、でも帰ってかき込んだご飯パク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 、うん、パク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 って、ずっともう帰りめっちゃお腹空きすぎてなんかお腹痛くなってきて、胃が痛くなってくる、わかる？なんかもうお腹空きすぎるとさ胃が痛くなってくるじゃん。そうあのねお弁当あんま食べなくて今日あんま食べなかったんですよ。だからねすごくお腹空いてて、でももう、ま、満腹今日は煮物食べました。煮物食べたよ。そうや全然ね今日お弁当で全然いつもめっちゃ美味しいんだけど、そう美味しいんだけどなんか食べなかった今日は。そのなんかね公演前はお腹空かなくて空いてるはずなんですけど、緊張してたのかなもしかして今日そうロック始まるし緊張してたのかもしれない、わかんない。でも今日はね劇場ではあんまり感じなかったんだけど、帰り公演終わったらもう一気にお腹空いてきてキュル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 ってあギューギューグ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 ーお腹鳴った恥ずかしい。うんって感じでした。今日はもう寝ますね。お風呂入って、じゃあランキング読みます。いいですか。いいよ。じゃあ行きます。73位、トット、ありがとうございます。13位、ノリノ、ありがとうございます。12位、キヨ、ありがとうございます。11位、ハル、ありがとうございます。10位、みちおちゃん、ありがとうございます。9位、 NGT49 カズ、ありがとうございます。8位、フーカ、ありがとうございます。7位、マンちゃん、ありがとうございます。6位、タカノン、ありがとうございます。5位、リョウスケ、ありがとうございます。4位、お酒、ありがとうございます。3位、クラゲ、ありがとうございます。2位、サトヨシ、ありがとうございます。そして1位、ミッタン、ありがとうございます。今日は短くてごめんなさい。はあ、楽しかった。2日間もう最高でした。また1週間待つ、分かった。でも今週は結構お仕事あのたくさんなので頑張ります。明日もお仕事です。頑張る。じゃあ明日から頑張ろうね。
おやすみ。明日は朝そんな早くないからいっぱい寝るわ。うん、結局昨日まあ寝たか、睡眠時間あ結構寝てたわ。 5時間くらい、ね、眠れたわ昨日。じゃあおやすみなさーい。またねー、おやすみー。